はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、姻族関係、姻族について解説させていただきます。で、この姻族については、令和2年の12月試験、問3の1で出題されております。なので、この点ですね、ちょっと理解を深めていただければと思います。でまず、姻族って何かというと、配偶者の血族、配偶者側の血族を言います。まあ、血族っていうのは血のつながりがあるものですね。例えば、本人がいて、私がいて、私の場合、配偶者は妻になりますよね。妻側の血族、これが姻族になります。こちらが姻族ですね。配偶者のお父さんだったり、お母さん、また、配偶者の兄弟姉妹、また、配偶者の兄弟姉妹のお子様、こういったところが姻族に当たるということですね。で、本人側のお父さん、お母さん、まあ私が本人だとすれば、お父さん、お母さん、また、まあ祖父母、私の子供、まあこういったものが血族に当たりますね。まあ配偶者で言ったら、配偶者のお父さん、お母さん、祖父母、子供とかが血族になると、まあ、いうことです。で、まず、婚姻をすると、私が結婚すると、三親等内の姻族が親族になります。これちょっとややこしいんですけども、まず、姻族ってここですよね。これの三親等内の姻族が親族になる。まず、三親等内の姻族って何かというと、この親等の数え方なんですけども、上下に一個一個動くことによって、一親等、二親等、三親等とこう加算されていくんですね。例えば、配偶者から見ると、お父さんお母さんっていうのは、一個上に行くから一親等ですね。で、祖父母っていうのは、もう一個上行くから二親等です。一、二ですよね。じゃあ自分の子供はって言ったら、下に一個行くので、一親等。じゃあ孫はっていうと、二親等ですね。一、二。じゃあ兄弟姉妹はっていうと、一回上に上がって、これで一親等。一親等ですね。で、こっから下に下がって二親等。で、その子供、配偶者から見たら、甥とか姪ですよね。これが三親等ですね。一、2、3、3親等。なので、まあ、ここ、まあ、ちょっと祖父母書いてないんですけども、祖父母も含めて、この範囲は3親等内の姻族になります。この私から見て、本人から見て、これが3親等内の姻族。これが親族になるんですね。で、じゃあ親族って何なのかというと、親族っていうのは、配偶者及び3親等内の姻族、また、六親等内の血族。だから、私も含めて、こっち側の六親等内の血族が親族になります。で、まあ、厳密に言うと、配偶者っていうのは、まあ、姻族には含まれてこないですけども、まあ、今回ちょっとね、入れておきました。なので、先ほど言った通り、親族っていうのは、三親等内の姻族に配偶者を加えて、さらに、本人側の六親等内の血族。これが親族に当たりますよ、っていうことですね。で、先ほども言った通り、婚姻をすることによって三親等内の姻族、これが本人にとって親族になるんだよと、まあ、いうことです。で、続いて、じゃあ離婚するとどうなるか、こう離婚ですね。離婚するとこの姻族関係っていうものが終了します。姻族関係はなくなりますよ。で、続いて、じゃあ配偶者が死亡した場合どうなるかっていうと、死亡した場合は姻族関係は終了しませんので、配偶者が死亡したとしても、本人と、配偶者のお父さんお母さんだったりとか、配偶者の兄弟とかとの姻族関係は、当然には終了しません。じゃあどうしたら終了させることができるかっていうと、姻族関係終了の意思表示をする、生き残っているこの本人ですね。本人が姻族関係終了の意思表示をすることによって、姻族関係を終了させることができます。まあ、具体的に言うと、姻族関係終了届出、こういったものを市町村に出すと、提出することによって姻族関係は終了します。まあ、まずはこの辺基本的な部分なんで、頭に入れていただければと思います。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。